で、こう組織が完全にこうリリースする時の感じでこうスーッと抜けていく感じっていうのをすごく感じやすくなると思います。こんな感じでちょっとこういうもので練習するっていうのも一つ、一回感覚を覚えると多分一生忘れないと思うので、まあこういうので一回練習してみてください。美容師さんなんかはよくカットウィッグって言って、あの人形にの髪の毛を切るようなやつをやるんですけど、治療家っていうのは直接人間に対してやることがすごく多いと思います。まあ初めての練習からもなんか一般の人にとかね、仲間とかそういうのでやるっていうのはちょっと危険も多いと思うし、まあ基準っていうのもなんかなかなか作りにくいと思うので、まあ一人でも練習したいっていうこともあると思うので、こういったあのソフトキャンディーボールっていうボールを買っていただくといいと思います。恥骨隆起の下がったくぼみのところに母子球小子球のちょっと溝のところにきっちり手が来るように、その時にこの鼠径部ラインに中指のラインが来るようにしてください。そうすることでここの ASIS に中指がきっちり当たるようになります。その時点で接触圧をきっちり決めて緩みを待つという形にしていってください。次に股関節を動かす時の意識として、まあよく失敗するのがこの全体を内線から外線に持っていくんですけども、この大体軸、この軸全体をこうひねって持っていこうとする方がおられるんですけども、これやとねじりが入って全然動かなくなるんですね。ポイントはこの頸部のここを内線から外線に持っていくという意識がすごい大事です。ポイントはまずはこっちの手で手の背面をベッドに水平に来るように位置づけますね。で、母子は天井方向に、できるだけ天井方向直角に立てるようにしてください。でないと正常に当たってなければすごい違和感が出てくるんで、今のところ当たってます。で、この後ASIS 恥骨結合、その鼠径部のラインきっちりと確認して、恥骨の隆起から下がったくぼみのところ母子球小子球を当てて、中指のラインが鼠径部 ASIS に来るようにきっちりと当てます。で、もうこうすでにこれでも治療は入ってます。今も骨盤動いてるんで、今なんかグニュグニュっとした感じが、この時にコンタクトして圧の方向は東方に入れるんですけども、意識として斜め45度のこっちの仙腸関節の方向にも意識を入れて大圧をかけていきます。その時に腰椎の前腕がきつい方、それと標準の方と後腕、この3種類にある程度こう予測をつけといて、まず一つ目の前腕肩の人に関しては、基本的に左の腸骨量のコンタクトポイントは一緒なんですけども、座骨の当てる位置を変えていきます。それでもまだこの辺の脊柱のラインの変異とか、この辺の仙骨の傾きとか、その辺がまだ残ってる方に関しては、再度もう一回この左右の PHIS を確認して、その内々に母子と自子で軽く圧定します。その後仙骨そのものを動かしたいんで、左右 PHIS を外外に軽く皮膚誘導をかけて仙骨自体を動かす準備をします。ある程度緩みができた時点でこの3指ぐらいちょうどはまり込んでくると思うんで、このあと先ほど言った前腕後腕が硬い、あのひどい方、例えば前腕がひどい方の場合やったら、仙腸関節2番を軸に座骨神経が枝分かれして、こっちの総腓骨神経、仙子と心子が分かれて走ってくるポイントになりますけども、この腓骨の位置以上でその辺の神経もかなり圧迫をかける状態になってきます。プラスこの辺の大腿二頭筋の筋肉もここに付着してくるんで、この辺の歪みでこの辺の緊張が入る、二頭筋の
でここの付着部が座骨、この座骨に付着して収縮すると骨盤の位置以上から仙腸関節、脊柱、首まで、ここの一本のズレがそこまで影響することも多々あるんで、すごい大事なポイントです。まず股をこうきっちり作って、ここにちょうど腓骨が入るようにね、この状態できっちり固定して、で下がってるんであれば上方に軽く皮膚誘導してあげます。上方に上げる形、その時に動かしたい骨以外は基本的には虚骨、まあ写真の程度ではここ虚骨を固定して、こっちの手で全体、中足骨、結上骨自体を外して、指先方向に軽く牽引をかける。でこの余ったこの母子を、例えばこれが下方変異しているのであれば下方か上方に軽く皮膚誘導、これが上に上がっているのであれば今度は指を入れ替えて人差し指でこっちへ皮膚誘導してもいいですし、それは自分の使いやすい目的方向が分かっていれば、その手の大きさとか相手の足の大きさがあるんで、それは臨機応変にやっていってください。はい。